霞川は東京都多摩地域及び埼玉県西部を流れる荒川水系入間川の支流で一級河川である。延長 15.8km、流域面積 26.8 平方キロメートル、別名、桂川。霞川は東京都青梅市根株の天霊寺裏にある霞池を水源として、都内では青梅市に流域を持ち、青梅市中央部、梶丘陵の南麓を東に流れ、入間市を流下して、狭山市広瀬地先で、入間川豊か水橋下流岸に注ぐ、荒川水系の一級河川である。上流域は桂川もしくは、くず川とも称する。入間市春日町付近で赤間川が、霞川の下をくぐっている。また、霞川は、不老川、柳瀬川、黒目川、白子川、石神井川に並ぶ小玉川の名残川の一つであると思われる。かつて、多摩川は大海を船長とする扇状地を蛇行しながら、主に北東方向に流れていた。その後、1万3000年から2万年前に逆断層である立川断層の活動により隆起したため、流路を遮られた本流は断層に沿って南東方向に流路を変え、現在に近い流路となる。第二次世界大戦以前は何度も水害を引き起こしており1945年には堤防が決壊して死者も出た。戦後は堤防の整備が進められた。2016年8月に台風9号が首都圏に接近した際には集中豪雨により流域内で床上浸水や護岸崩壊などの被害が出ている。平成7年から平成18年度にかけて霞川。調節池が整備され、88,000 立方メートルの水を貯めることができる。東京都青梅市今井一、五反田橋付近上流から。ありがとうございます。